日本秋田県秋田市、人種別人別は、秋田県秋田市にある大技である。郵便番号は010-0824。住居表示未実施地区。2009年から2019年までの10年間での人口増減率がマイナス26.7%で、秋田市内67地区中最低を記録し、最も過疎化が進行している地区になっている。 秋田市の北東部、旭川の最上流部に位置する。太平山の山頂を含む秋田市奥地の山林地帯のうち、旭川及びその支流の流域の多くが、人種別に属し、人種別国有林を含む広大な領域を持つ。集落は、旭川地水ダムの直下、旭川と人種別沢が合流する付近に存在する。南部に、 太平山リゾート公園が造成されており、秋田市植物園や、クアドームザブーン、太平山スキー場オーパスなどがある。人種別林道をたどった奥は、人種別国民の森に指定されており、人種別森林博物館がある。さらに奥には朝日また園地があり、太平山登山コースの入り口となっている。西は上新城白山、南西は山内、南は、 太平旗、太平黒沢、南東は河辺山内、東は上小谷村沖で面、北は五条道を馬場目に接する、14の小座が設置されている。旭川の下流にあたる山内の札寺や藤倉山など、中世の宗教遺構に関連して、人種別も古くから存在した集落と考えられている。菅江雅美は、 布の定山最小寺や戸沢伝作跡を記録している。江戸時代には、久保田藩領で、伝磁は少なく、林業を、主としており、良室の杉を産したことから一部が、藩のお囲い山とされていた。切り出した材木は川に流して運搬し、泉村の役所で引き上げていた。地区内で、区画整理、住居表示実施などに伴う、あざ名、町名の変更は行われていない。 2016年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。かつては人種別森林鉄道で沿線住民の利便のために旅客列車も走っていたが現在地区内に鉄道路線は通っていない。最寄り駅は中通り7丁目にある JR 東日本大雨本線、上津本線、秋田新幹線の秋田駅。ありがとうございます。